続報を受けて高橋みなみ総監督は AKB 勢が少ないなと思いましたね。やっぱりそこはちょっと危機感を感じました。まあ総監督なのであんまりね細かく AKB のことは言わない方がいいのかなと思ったんですけど、でもにしてもって感じがしてて、で HKT の勢いがすごいなっていうのも感じましたし、AKB もうちょっと頑張れっていうのが本音です、本当は。やっぱファンの方が楽しんでくれないとコンサートじゃないと思うんですよね。やっぱ AKB はどっちかっていうとアーティストっぽくて見て楽しむ感じなんで、 HKT は声を出して楽しんでもらおうと。そこまで考えてないですよ、楽しく喋ってるだけみんなと。まあでも HKT は指原が入るまで MC が課題ってずっと言われてたので、逆に今 MC 面白いって言ってもらえて嬉しいですねと本人は言うが、 SKE48 の松井玲奈はメンバーとしてではなく、私はとてもプロデュース能力のある人だなと思って、そういう面ですごくサッシーのことは尊敬してますね。